こんにちは、チョメです。2021年の9月の8日18時41分、今回前回のこの2500時間プレイっていう2位で走っております。なんか部屋が良かったんでね、ただ7人になっちゃいました。この部屋で今回はちょっと走って遊んでいこうと思います。良いか、まだいいよ、パックンスライダーは。でちゃんと今回は実況する。雑談しながらできる人ってすごいよ、ほんと難しすぎる。前がバナナか、私はファイヤーフラワーいらないからもう使っとって、前の人に当てたくない。当てちゃったら私の順位が上がっちゃうからね、投げないようにして。ここでは投げるアイテムを取るから。当たらなかった。木の位置か、ゴム怖いね。どうする、あのゴム。ただもう前に出とく。危ね、バナナを真ん中くぐり抜けていく。ゴムが見えたからね。結構みんな早いよね。プレイヤーさん前回の動画でめっちゃ早かったんだけど、最後の最後にね、トゲゾウが来てから、そのトゲ譲りで私が、まあ、運よく勝ったみたいな感じでしたね。またトゲゾウにやられるんじゃないかな。ドンキーさんがぶつかってくる。ドンキーさんがぶつかってくる。2位になった。うわー、ドンキーのバナナにはやられる。トゲゾウ来たよ。またあのプレイヤーさんどうすんだろう。今度はどうすんだろう。譲らんか、さすがに距離あるし。投げたか。またトゲの餌食になった。でこの人は尻尾がかわいそう。アイテム交換ができない。俊介さん、イカちゃん、私もかわいそうです。即サンダーもったいなくね。まあでもアイテムの使い方は人それぞれで自由ですけど、ね、アイテム交換してたらめっちゃ強かったよな。でめっちゃ混戦でございます。最後の最後、良いでやってるみたいな感じですね。プレイヤーさん2人いるね。ハクコーラも即投げ、スリップストリーム取った。私は前回の動画でも1位を取ってる。今回の動画でも1位を取りたい。3位だったら木野さんが出るチャンスがある。ここのアイテムボックスをもらおう。ミドさんもいい、もう妨害アイテムじゃないから。で前の人はもう土下座でやられてくれ。なんか詰まっちゃった感じかな。は、頼むよ、キノコ来てよ。こっち行くか。トゲゾ来い、トゲゾ。俊介さんはトゲゾやられなさい。私はもうこれ2位でいいです。安全策。こうやってウィニングみたいな感じでやられる可能性もあるからな。はい、こんな感じで当てるで。当たらんか。当たったらすごい。ダメだった。でもマリオカート2500時間プレイしたのって自慢できんよな。ガチ勢の人はもっとやってると思うし、面接で私マリオカートなら2500時間もやったんですって言ったら逆にえって引かれるよな。どうなんだろうね、引かれちゃうよな。履歴書にもでカンストした人たちってどうなんだろうね。私カンストしました。履歴書に。そんだけ辛抱強くっていうかやり込みます、仕事をずっとやり込む自信がありますとか売り込めるんかな、どうなんだろう。キノさんだから一応持ってるんだけど、私キノコ強いから。あ、いいな、あの2位の人もキノコ持ってる。キノさんこれショートカットしてもええな。これプレイヤーさんに抜かれる気がするんだよね。怖いな、ショートカットしなかったことを。あれにみんな2位になっちゃったんだけど。ここってキノコ1個使った方が早いよな確か。どうだったっけ、コインが取れない。あの後ろの人も怖いな。スターメリオやろ、追いついてくるよな絶対。これミラーだよね。ミラー難しいんだよな。できるかな、1個使っとこう。赤コーラ狙いに行った方がいいんかな。赤コーラを引いてる。トゲも来てる。トゲ引かれんようにせんやけん。引かれたら終わっちゃう私の人生。早えなこの後ろのプレイヤーさん、やめてくれ。赤コーラ消してくれとか。ミスれミスれ、トゲド。最後の人落ちてんな。ここでキノコを使っとくか。いやー早いね。普通に走ってる感じだな、レインボーロード今回は。今回平和だな、ある意味。あ、でも、後ろの人とちょっと差がついた。これできるかな、これ昔はよくできてたんだけどね、この辺とか。もう難しくて難しくて今やっと、ほら、もう落ちちゃうんだよ、こうやって。落ちなかったから生きてたけどさ。あ、怖いわ。マジで。ファイヤーフラワーか。まあ、これはいいや。後ろの人、スター全然捕まんな。なんでだろう。追いつかれちゃうかな。はあ、追いつかれちゃうプレイヤーさん、ノーアイテム縛りなのかな。この5万のプレイヤーさん、アイテム使ってたら絶対勝ってたよな。次のレースはマリオシップです。カンストマギアとかになると、もう私の今の部屋、まあ、一応中レート部屋ぐらいになってるんだけどね、もう1位取っても2ぐらいしか上がらんよね。やっぱカンスト目指してる人はどうなんだろう、走ってくれるのかな1レースぐらい。で部屋探しも大変だよな目指してる人は。まあ、カンストしたら別に気にならないと思うけどね。デートとかは。間際とかになっちゃうと気になっちゃうな。ミドさん持ってたか。悲しい。
はい。うわー、怖い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 。使ってこした。なんて言うんだろう、ミドさん当たらんかったら私結構いけてたわ。しかもワリオシップじゃないか。もう頑張らないといけないわ、これは。サンダー回避を狙っていこう。なんか一人落ちてたからね。サンダー狙えるかもしれない。とりあえず来るか。こうか。まだ早いか。でも即投げしたっていうことは、あれか、コンピューターじゃないかもしれない。人間かもしれない。お、緑コーラ注意や、この人。で、1位の人が気の利が強えぞ。みんな B ダッシュで軍団か。赤コーラ持ってんな。どうなんだろう、これは。まだまだいけるな。サンダーが出ないことを願って。いや、出てもええんだけど、出たら使うみたいな感じで。あー、ごめんごめん。アイテム取れなかったから痛いな。赤コーラ消してきた。当たれ当たれ当たらんか。赤コーラ投げたのはいいね、今の選択。1位の人を当てれるからな。危ねえ、ファイヤーフラワー注意や。1位の人を阻止してくれ。私が大事だ、このファイヤーフラワー。落ちてるね、やっぱり。おー、うまいうまい。ただ、ファイヤーフラワーで前に出ちゃったら、トゲドー来ますよ、トゲドー。ね、後ろ投げとくのええよな。私が、このみんなを爆風に巻き込みますわ。この2位のプレイヤーさんも、トゲ食らいたくないでしょ。後ろ投げなさい、それ。緑コーラ、私に当ててもいいことはないぞ。わざとちょっと止まってからキノコ使う。ゲソ。あ、よかった。ゲソ中の、なんていうんだ、トゲ回避は難しいんだよね。私、いつもトゲのお尻を見てからさ、トゲと回避するんですよね。めちゃめちゃ難しかった、今。まあ、なんだかんだ1位取れました。ちょっと安全策でジャンプアクション戦にゴールしよう。はい。でも今日はいろんな人と走れて楽しいぞ。なんか部屋がすごく変わってる。マリオカート7も捨てたもんじゃないかもしれん。ただ6万の人が2人いたんだけど、6万超えると、まあ、レート気にしなかったら別に全然対戦相手おるけどさ、レート気にしてたら6万以上になったらかなりきついと思うよ、対戦メンバーとか。なんか私ぐらいのレートが一番楽しいかもしれない。4万ぐらい、4万ぐらいもあまりないと思ったんだけどね。結構いるよね最近。まあ普通に4万ぐらいやったら上がるからね、普通にやってたらね。この人ずっと走ってくれてるな、嬉しいわ。めっちゃあなたの背中借りるわ。外側ありがとうね、ほんと。逃げられたけど。これスターね、最後使えるの強いんだよね。なんかすごいカスタマイズ走ってるね。 B ダッシュにスリックみたいな感じなのかな。でも私のプレイ見たら分かると思うけどさ、だいたいスター保持して打開するっていうのが私の戦略だよね。落ちちゃったか、一人。大丈夫かな。ああ、何も持ってないんだね。赤コーラとか持ってたら悲しいけど、ただ良いだったらいいアイテム出ないな。ご調子とかって言ってんのか。めっちゃ差がついてるじゃん、サーキットコースだから。どんな感じ。トゲでまだワンチャンあるな。ファイヤーフラワー。よう引くね、前の人、ファイヤーフラワー。私結構ファイヤーフラワーしか見てないな。さあ、今回はどうするんだろう。良いか、良いならさ、うまいね。うわぁ、ちょっと待って、今のはあかんって。使うか。メギオンにやられちゃったな。いやー、しょうがない、しょうがない。いやー、ボムか、怖いな。こっち避けるよ。誰が持ってんだ、ボム。なんかボム怖いな。置かれるかな。投げられちゃうかな。いやー、みんな後ろから来るんかい。ボム置け、ボム。ボム置くんだ。あー、ダメだった。6位か。まあ、そんな時もあります。いやー普通にダメだったな。でも今のところ妨害もチートもいませんよ。だから時間帯によってはね、こんな感じに楽しく走れる。まあ、あとは回線の問題だよ。本当私2階に回線を持っていきたいんだけどね。ただ他の人の生放送参加してから自分の動き見たんだけど、そこまでラグとかそういうのなかったからね。落ちちゃう落ちちゃう。だから大丈夫なんだと思うけど、調子のいい時と調子の悪い時の差が激しいよな。いやー、私狙ってきた。またこの人か。よろしくね。下から行く感じか。サンダーかな、今度。私はじゃあ、スター持っとく。赤コーラ持ってんのか、コーヒー。コーヒーチさんは、お久しぶりっていうか、はじめましてですね。怖いな、これ。使っていくか。いや、スターや。この人引いていきたい。このコーヒーチさん引いていきたい。赤コーラ持ってるかな。引いていかんや、ダメ。絶対やられちゃう、赤コーラ。ダメだ。スター使ってた私、この人倒してた。6位か、使っていくか。サンダーも来そうな感じがするし。ウィアで。いやー、でもこれはどうなんだろうね。譲る？この距離。どうなんだろう、わかんねえな。投げるけどな。はい。あー、ボム怖いな、前の人。置くと思うか。インから抜いていくか。なんか外落ちていったから。で、
木野さんの質が強いな。さあさあ2位にはなれるか。赤コーラ来い。あ、ボムか。私置くぞ結構積極的に来たな俊介さん。あ、気をつけないけん落ちてくる。さあ私を抜くと当たってきたね賭けみたいな感じかでも順位変わってないからよかったわ。さあラストレース、ネオクッパシティです。お、コバレだ。コバルトレッドも強いよね。ハンドリングが悪いんだけどね。水中もう少し速い感じで、前の人が赤コーラ引いてコインも回収されていく。私はスターを狙っていく感じにしたいんだから、こうやって交換をして後ろの人スター使うかな。やっぱほじるよなこの、あの対戦ぐらいになったら。ボムを置かれたらスターを使う感じにしようと思ったけど、誰かが被弾してくれた。で前の人もなんか被害を受けてた。だからサンダー回避やなこれはただこれメリオたちが早いからなうまいなこの前の人。今当てたんかな。4位になった、3位になった。結構順位が激しい。後ろの人にスリップストリームを取られそう。まあトゲが来たら私の勝ちみたいな感じで。やっぱ早いなメリオ、さすがにね。また体当たりを食らったメリオので、キラーも来てる。怖い。コイン欲しかったキラー強いのか強くないか分かんねえな。5位か。まあ取っとくか。前はまあキノコとかそういうのしか出ないんでしょう。キラーか怖いな。真ん中走っとったら怖いな。そろそろ使うと思うけど、初めましての人か入ってきたのが、まあ見たことあるような気もするけど。バナナ怖っ。おおおお何このバナナ後ろの人も引っかかっちゃったじゃないかマジでミスったな。いや今のバナナはちょっと気よく避けれなかったな。お、差がついたんじゃないかなえ、即さんもったいなくね、マジで。うわ、マジでもったいねえって今のは人それぞれだけど使い方は。しばらくサンダーが出ないからもうアイテムをどんどん使っていこう。パワフル以外スターお願いします。パワフル以外って言ったじゃん、まあ、トゲユズが来てたらこのパワフルは生きるけど、トゲユズは来てないよな。来てないからダメだなもうフラグ回収しちゃったよ。ここで使っていくか。ただカーブが多いんだよね。めっちゃスターとかだったらさ、この前にちょっとまたバナナが変な感じがある。お、よかった今のバナナ引っかかっとって助かったバナナでこの今のやつ助かったみたいな。めっちゃ来るな。これはパワフルが欲しい最後は。いやーキノコか。まあイエーイいろいろ起きております。これじゃ終われんなマジで。もう一列走るか。まだくなっちゃうけど。さあラストレースになります。カンストの人が一人入ってきました。名前がクッパフェスっていう人だったからクッパ使ってるのかな。よろしくお願いします。まあ、一度完走したらね、全然あの気にせず走れるよね、レート。私、アイテム取っていこう。さあ、どうだ真似すんな誰や顔文字が可愛いから許そう。許そうっていうか、私のアイテムじゃないんだけどね、前の人はちゃんとスターを取ってるという。取り合いで負けちゃった感じですね。これはあの私の問題ですよ。アイテムは早い者勝ちですから。で、スター欲しいな。スター使ったか、一個。サンダー使って狙っていってもいいな。ああ、マジでね、2人が早いんだけど、お前の2人が。前、負けちゃう、負けちゃう。早く行かないと。スターか、これもう前に出て行った方が良さそうな気もしてきたな。スター使うわ。サンダー来そうだし。あ、キラー使ったか。私のスターが怖かったか。水様。あまり使いたくなかったよな、多分。バナナ引いてる。こうやってやらないと追いつけないからな。使っていかないと。1位と2位がちょっと早すぎる。あのクッパ様が早すぎる。トゲでやられるんだけどなあいうタイプは。大丈夫です。トゲでやら、はい。あーでも前がマナさんか。これは無理だな。っていうか外役アイテムじゃねえか私普通に追いついていくか。前がなんかいろいろゴタゴタしてる。追いついていくよマジか。バナナ引っかかってる。クッパフェスに1回当てて、あ、トゲ来たか。これは私勝ったかもしんない。はい、残念でした。いい感じに譲れんかったね。危なかった。うまかったな、今のトゲ譲り。気づかんかった、マジで。全然気づかんかったわ。うまかったよな。もうちょっとトゲゾー投げるのが遅かったら、私引っかかってたわ。しかも、尻尾も引いてたからな。もうこれは持っていこう。いやー、気持ちよく最後終われそうわ。まあね、これアイテムがあるっていうのはいいよね。アイテムがなかったらもう、クッパフェスさんと、あの、ユータさんが独走してたもんな、1、2よな。アイテムありきのマリオカート。運があれば、上手い人にも勝てるという。で、上手い人もアイテムの運で負けるときがある。
これがねマリオカート7でございます。気持ちよく1位でゴール。ゆうた様に、あ、でも追い上げてるクッパさん、すげえなやっぱ。はい、ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。いや、もっと走りたいけどね、結構収録めちゃめちゃしてるから、今回は終わらせていただきます。またお会いした時はよろしくお願いします。